次に北村国務大臣。ただいま会計検査院からご指摘のありました事項につきましては、交付金を返還させるとともに、地方公共団体に対しまして交付金事業の適切な執行に係る留意事項について都道府県知事宛に通知するなど所要の措置を講じたところであります。今後とも地方創生関係交付金の適正な執行に努めてまいります。以上です。次に川上沖縄振興開発金融公庫理事長。ただいま会計検査院からご指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、沖縄振興開発金融公庫におきまして賃貸住宅融資を行うにあたり、保証機関による保証を供給することなどにより、信用リスクへの対応を適切に取るよう、すでに所要の措置を講じたところであります。今後とも一層適正な業務の遂行に努めてまいる所存であります。この際、お諮りいたします。お手元に配布いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明はこれを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、ご異議はありませんでしょうか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上をもちまして、内閣府所管中内閣本部及び沖縄振興開発金融公庫についての説明は終わりました。これより